ですね。はい、使うかい。はい、使います。今回はですね、チーム分けをいたしまして、それでちょっとバトっていこうかなという曲をやっていこうかなということでございまして、採点だよね。はい、パワータイプ対戦術タイプ、スピードタイプ、スピードタイプ。はい、ということでね、もうオープニングトークは先ほどの方でね、前回の動画でいっぱい喋ったんで、もう早速いくんですけども、チーム分けといたしましては、前回の動画で1位4位と2位3位とペアを組みまして対戦していこうかなということになってます。はい、曲は何でもいいんだもんね。はい、オールオールオッケー。オッケーオッケー。輝けるだろお前ら。じゃあ普通にクリス・ブラウンス。俺らあれだよ、あのね、小林さん。ちょっと何ですか。何でもいいよ。こっちが選ぶんですよ。来いよ。来いよ、来いよ。はい、ということで、やっていきたいと思います。はい、レッツゴー。はい、鈴木鈴木。おもろいねんな、このあっち見て、こい。せーの、せーで。最初はグー、じゃんけん、こい。はい、グーでしょ、はい、グーでしょ。あっち見て、こい。最初はグー、じゃんけん、こい。あっち見て、こい。最初はグー、じゃんけん、こい。はい、グーでしょ。最初はグー、じゃんけん、こい。はい、グーでしょ。あっち見て、こい。あっち見て、こい。あっち見て、こい。プレッシャー与えていきたい。そうですよね。曲はだから小林さんちもする。そうです。負けないのなしでしょ。小林幸子の I love you。 I love you。 無難なやつやけど、ありそうなやつ。ジェットストリームでしたないやろ。小林幸子の港町。え、あるんですか。どこありそう、ありそう、ありそう。なんでシンプルに。普通にシンプルに尾崎豊。おう、I love you。 うわー、いいですかな。いきますか。行こうよ。じゃあ僕ら I love you で。はい、いただきます。じゃあ僕らは C&K さんの Y。 はい、Y。はい、完璧に俺の得意分野に寄せてもらってます。やーばい。何がやばい。ハン君の弾けるやばい。はい、きしょい。おはこです。来た来た来た。これ、ミからラバになりますけど、はい、もう一気に。はい、大丈夫です。Thank you.
ベッドの上で優しさを持ち寄り気づく体抱きしめ合えばそれからまた二人は目を閉じるよ悲しい歌に愛がしらけてKill the devil
ったね。やばかった。おしゃれなの対抗しましたね。ね、これやったの言ってくれたの、こっちだって対抗したの。隠し玉です、これが。だからもう、手がでかいじゃん、途中で。うっそ。で、ガチ山なの、俺なの、そんなのやめろ。頼む。あっ、これ確かに。これ、どっちだ、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 これ、最後、これ、TikTok 切り抜きよろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。超気持ちよかった。超気持ちよかった。あ、これ聞こえてました。聞こえてた。めっちゃ聞こえてた。ああ。で、負けだから。ね、もう僕らもそれ対抗します。そうだね。ね、もうちょっとこの2ペアでもう一回やりません。ああ、ありありあり。ちょっとこっちもね、守り。はい、ということで第2回戦はいやりましょう。はい、まあ俺これは一勝してますからね。そうっすね。じゃあ最初先方パワータイプで。はい、パワータイプといったらアイズノーズリップスでしょう。めっちゃ優しい。逆もですから。どっちがいきますか。最初どうぞ。じゃあいきますね。見よれ見よれ晴れ晴れ幼なる注意効果なるくらいじゃなダペレダダディタラキュータラでも最高に見つめてよ君に会いたい。そんな時にその笑顔をそっと描けるように君を話せるわけない。こんな僕にずっと苦しい思いしてたの教えてくれと。バカだよな君が消せない。もういないのに、君のお目鼻口もそっと触れ立ち去れた。今だに感じてるのに炎を愛してたけどもう君はいない。偶然でもいい、もう一度だけ会えないかな。写真の中の君美しく笑ってるけど君の全てが時計の砂と共にこぼれ落ちてやられたんですよ。さあ、お、あったか。
まあ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  94.262。 まあまあいいんじゃないですか。まあいいんじゃない、うん、まあ最後最後3点と。トムマジさ、そのなんつうの、音階っていうのすごいね。あーありがとうございます。あーありがとうございます。得意分野でなってます。そうなの、ありがとうございます。バレイカーですか。じゃあセコいんや。だから喉の中に人を6人いるような。そうそうそう、なんかこうそうですね、喉チンコこう鳴らすやつ。そう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 。そうハンクの女が何人いるんですか。俺自身が喉でやってんねん。あ、でも赤ちゃん最近できてるね。あ、まだ赤ちゃん、まあ、言うこと聞かない。うんこ漏らすねん、ここで。赤ちゃんだ、赤ちゃん。じゃあ、続いていきます。はい、ちゃんと本気出しますか。オッケー、本気出すね。うん、普通に僕たちがやった曲は、はい、ハブボーイ D がね。シャこれ、白は分かるないよね、確か緑は。緑確か。うわめっちゃいいポイント、これいい。優しさなんてただ照れくさかった僕はわざと野蛮に抱きしめたよ。溢れる想いをお手合してやばそこれ強がる力が過去を今無傷な空からこぼれた雪へ記憶の隙間に今でもあなたは降り積もってる。もう会わないから、もう会わないから永遠に僕を許す。
よし、ありがとうございます。めちゃよかった。加点も高いし行きたいですね。行きたい。うん、頼むよ。こっからよ。ダメー、ダメー。よし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 、やったー。出だしに自信が感じられません。一つ一つのフレーズをしっかり発声してみて。もう会えないから、もう会わないから。はい、ということで2回戦目は僕たちの歌詞でございます。よっしゃー、ありがとうございます。いや、これでラストは2先だから。うっそ、いける、いける。引き分けで終わるなんて男としてあってはならないでしょ。ね、なるほど、よし、うん、じゃあ僕らが行きます。そうですよね。決着つけたりましょう。やっちゃったことあんだ、これ早そうな、早そうな。俺タマキでいいわ、マジ今回。あ、うん、今回ちょっとタマキっぽいっすね、歌う曲。Liar。全然大丈夫。俺ら会議していい。
愛してくれたね、ありがとう。白衣が近いを濁らせて、最後の場面をかけてるよ。
えぐいね。おお。ありがとうございます。そんなどうしようもない僕のこと君は愛してくれたね。ありがとう。さあ、ということで、はい、今回の企画第2弾ですよね。うん、第2弾よ、うん、いいですか。だから妥協だもん、最後妥協は。最後だね。妥協っていうのは働きに失礼。そうそう、エンタメも考えて、そうそうそう、リスペクト込めて、うん、魂だし、勝負言ったの自分なんやけどな。だから魂の勝負だよね。ね、うん、魂と魂のぶつかり合いだ。バーンドロー。あーん、うわー。ありがとうございました。ありがとうございました。それでは皆さん、エスコさんのチャンネル登録もよろしくお願いします。お願いします。お願いします。See you next time! うまいね。うまいな。いく。